足ハイハイタフタイムプロレスリングシーンがね、1ヶ月ぶりに帰ってまいりました。そのオープニングマッチのさ、先発を飾るのは青コーナーが谷口博明、それに対します赤コーナーは友榎並。さあ少しね、榎並選手がさ、タックルで谷口を倒そうとしましたが、さあそこにね、谷口がさ、ゴリラのような万力でヘッドロックを決め上げていきます。さあそして締め上げていくのを、さあ友榎並はさあそのロープを仕込んでいた。そしてこのロープに振る、さあそしてスタッシュを取ってくる。すごい威力だ。友榎並がぶっ飛ばされました。友榎並選手はね、ちょっと苦しいようで、もうマジもうあかんわと言いました。さあ果たして大丈夫になりましょうか。すでに戦意が喪失しちゃうから、さあそういう大持ちもありますけれどもね。さあそしてリモドラでゴツゴツとしたさ肉弾戦、力比べから始まりました。さあピンクのトラのコスチュームタイガーハート、さあそしてパワーでは互角か。しかしさあそのままファイブクォーターヒドロックでさあグーグー組を決めています。さあ首が決まっていく、メリ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 と。さあそしてさあバイクウェアだ。さあそして今度は肩を決めてまいります。さあタイガーハートはね、ここはじっくりさあ谷口と、おしかし谷口がそのまま力ずくにさあ切り返しリストロック、さあ手首を決めていきます。しかしタイガーハートはすぐさまさあ体位を入れ替えてさあコーナーにさあ押し付けました。さあそしてしかしロープブレイクですね。さあプロレスルールはさあロープがね体に触れるとさあ技を解かなければなりません。これをロープブレイクと言います。さあトンピングが出てまいりました。さあ膝にさあストンピングを入れてまいります。さあこれ少し間を取るか。さあそしてここはレスリングで勝負だと言わんばかりに、さあ友榎並がさあここしかし谷口がパワーで自分コーナーにさあ押し込んでまいりました。そして出てまいりました、さあプロレスリングシーン1と新人さあボンバー奥野であります。さあ気合のこもった榎並の声とさあチョップがさあいい音してますね。さあそして恋音、おーっとさらに強烈なチョップをぶち込んでいく。さあ友榎並選手そしてそのままハンマーロックに加え取られて、さあそこに自分コーナーに飛んできました。そしてさあロープを使って腕を攻めると同時に、さあ太鼓打ち、さあ南口が決まりました。さあハンマーロックはさあここで太鼓打ちにさあ攻めておりますさあそして隣の目が必要なストンピング、さあ必要な前にさあ奥野の背中を踏み込んでいく。さあそしてそのままスリーパーホルダー、スリーパーホルダーでグイグイじわじわとさあ相手のスタミナを奪ってまいります。さあ客席からねボンバーを声が声援が上がっているんですけども、さあボンバー奥野さあ今日はボンバーすることになりましょうか。とりあえずなんとかね、さあボンバー選手マジでボンバー仕切れていないんですけどもね。さあここはキャリアで勝る赤コーナー側がさあ試合を支配しているというところではありません。さあそしてハンマーパンチからまたもフレンクレア、おっと今の脳天が刺さったと大丈夫か。さあそして今度は首と肩を決めてまいりますね。さあしかしロープが近い、このロープレーク、あーっとさあ友榎並選手が上手いですね。さあロープに伸びたその足首をさあ踏み込んでまいります。さあそしてタイガーハードはさあボンバー奥のそのまま引き起こしボディー、おっ違うシュミットシュミットボディーから、さあそしてシュミット式のバックブリーカーでさあ赤コーナー付近にさあ転入しました。そして友榎並がさあさらにそれを引き起こすし、さあそしてリングの中央にさあ連れてきました。そして持ち上げそのままボールを踏む。さあそしてそのまま倒れ込んだテントバット。さあまたまた攻撃は続く。さあドロップだ。さあそしてカバーに入る。翻弄されている、ボンバー、さあ、このお客さんのボンバーコールに応えることができるようになりましょうか。さあ、ここは陣形返していく。しかし、目を少し打つのか。さあ、そしてタイガーハードがさあそのまま足を決め込んでいきます。さあ、この足首ですね。さあ、膝裏と足首が決まっております。さあ、そして止まりました。弓矢がためボールアンドアンドガチのトラッピング。さあそして友榎並が出てまいりました。5分経過、5分経過。さあ
ボッパー奥野がさあ、この場面は変わらず、さあ、そこの流れを、さあ、この悪い流れをね、断ち切るには少々、おっと、ここで、おっと、これは変形の、おっと、これはすごい、すごい、さあ、坂田君の、さあ、跳ね降りの中でですね、さあ、徳永選手がなかなかね、普段は見られない、珍しいものを、さあ、繰り出してまいりました。さあ、そして今度は、さあ、2人が攻撃仕掛けていこうという、さあ、ダブルのバックミドルを決めていきました。さあ、ここはタイガーハート、急増のね、即席チームであるんですけども、なかなかチームワーク、連携を取れています。さあ、そして、さあ、ロッテ復活で打撃を取り、さあ、お客様、ありがとうございます。さあ、この上の形、タイガーハートのタイガーハートの王が定着してまいりました。さあ、これね、さあ、立ちのぼにっていうのを、さあ、赤コーナーですね、青コーナーから、このロッテ、紐を、ね、持ってなければタッチが成立しない、プロレスではそういう部分でございます。さあ、そしてタイガーハートが寝技を取ると広島が飛び出していったポンパオフのこれは大チャンス。さあ、ここは一気に勝負だったか。さあ、タイガーハートに投げ返していった。さあ、ポンパオフのポンパオフが自分のままに蹴ってタイガーハートに立ち向かい、さあ、どっちか落ちて、さあ、決まりました。人間ゴリラ谷口博明、そしてハートを持ち上げボディー。さあ、さあ、そしてタイガーハートで巴波を打ち撃。そして、おーっと強烈なチョップ。さあ、そしてコーナーに、あー、このコーナーに振ってまいります。そして走り込んで次バックロー。さあ、これ東京が続く、ここで来る。さあ、さあ、東京が来て、コーナーに来ました。さあ、非常に力強いこの横の攻撃。さあ、タイガーハートって、お、何ですか。さあ、こちらから、本部席から見えませんでしたが、目でしょうか。さあ、目を狙ったと、さあ、ハトリフリがね、主張しております。さあ、目を狙うのは反則なんですけどもね、こういう上手さをね、合わせ持つのがタイガーハートでございます。さあ、そして出ました、股間。さあ、はい、自分の膝を相手の胸部に押し付けてまいります。ありがとう。しかし、これは谷口は倒れない。さあ、もう一発来い。さあ、そうです、そしてありがとう、正面勝負。さあ、ダウンカーブ、正面カーブがぶつかって、そしてロックポイント。さあ、うまくカウンターに決めました。遠い、遠いと、遠いと言ってますね。
分4秒、10分4秒、勝者ボンバー大黒。さあ、このポンテンタイガーがまだコーナーに立っていますね。さあ、タイガーがまだコーナーに残っているんですが、この第1試合、さあ、試合の勝利を決めましたのは、さあ、天気の新人ボンバー大黒、さあ、自力での勝利をもぎ取るの